しめよう。これはさ、せーので言う。あ、いいな。あ、クラゲも。そうね。そうね。おい、じゃあ行きますよ。じゃあ、4問目、ポケモンビビオンは何番目でしょうか。せーの、3。お、じゃあ、思い思いの、じゃあ、正解だと思うトレーナーに話しかけてください。終わった。すべてが終わった。ほんまか？いやいや、どうでしょうね。完全に。プラスル、え、見てないぞ。ヨキル君、プラスルと戦ってた？ピカチュウなわけないやん。ピカチュウか？俺？でしょう。え、見ちゃったか？あれプラスル見てないな。これやったか？あれ？やったか？どうでしょう。やっべえ、ドキドキや。おしおしおし。いや、どうしよう、しめようか、正解やったらどうしよう。もう、あった、めっちゃ早いしかも俺。一抜けや。一抜けか？ヨキル君、でもピカチュウと戦った記憶ないけどな。全くそんなの記憶ないけどな。じゃあ3番は何なんだろうな。え、3じゃないの？お、はい、お先失礼します。はい、はいはい、じゃあ3番いただきました。嘘やん。あっか、文字あっかいな。嘘だ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 。え、嘘、2なん？え、じゃあ2なん？え、だって1バタフリーやん。え、じゃあ2、え、2アゲハントじゃないの？これ見たことない。3番目はどう？合ってた、よかった。おお、しかも速攻にいったもん。マジでにアゲハントじゃなかったんやな。最初エモか。飛行学校ね。そう、ボルトチェンジはデーター、うっとうしい。うわー、で割とね、こう特攻あるしな。電気飛行ってタイプね、かなりやらしいと思うんだよな。ダッシュダッシュ、レアコイル、勘弁してくれよ。あら、レアコイルさん、レアコイルって冬、レガやった時は冬じゃなかった気がするわ。穴を掘る当たった気がするわ。あ、ほんまや。全然アビハントじゃないじゃない。いや、ヒカルカの力でどんだけご利用するか見たいな。おい、聞く、今一つであんな聞くの、めちゃ強いんやけど。いいですよ、エモンがね、絶対先行は取れるからな、ヒカルカで。おお、あ、ちょっと待って、ツバメ返しって必中じゃなかった？そりゃそうやな。アニトロチャージの回数使うけど大丈夫か。あ、そうやそうや。一発で沈め。どうなるどうなる。勝手なエモンが。去年も岩切君がツバメ返し必中やつで悲しんでたわ。出ました、ボルトチェンジ。ハレアブラ鋼入ってるから今度いけるか。いや、ポケモン。あ、強い、ま、いいよ。まだ誰が一番にあるかまだわかんないぞ。八番ボル、やばいやばい、ハルカが死ぬ。耐えないか。そりゃそうやな。いや、ここハルカ落ちると痛いな。よいしょ。受けんな。あっ、あ、そっか、飛行で鋼ドッド、あ、そうか、うわーらららら。そっか、フライングプレスが通用しない敵が出てきたのか。そうか、格闘技必要やな。あ、そうか、ノーマル持ってんのかこいつ。よし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 、ニトロチャージ最高。あ、もうジムボルト全員使えんのか。もうマジこっからじゃあ2人生き返らせるパターンでいくか。はるかも生き返らせての方が早いな。絶対そっちの方が早いな、エレザードと戦うより。で、いや、だってエレザードの攻撃でいけないもんね。はるか生き返らせた方が絶対いいよな。急所だってはるかは絶対1回は先行取れるわけだから、確実に1回殴れるから、ね、そう、確実に1回殴れることを考えるとここで1回やらせて、で、エレザード、あ、全然でもいけそうやな。あ、なんかこれ1回やってみるか。これで死ぬならもう全然それでバンバンだけど。おい、薬。いや、ちょっと残るってマジかよ。薬使われるやん。薬使われ、薬使わないでくれ。使いますよね。使いますよね。それはそうだ。あ、わかった。元気のかけらで壁を蘇らせて、これで切るんだったらでかいな。10万ボルトがね。すごい傷薬2回持ってまーす。なぜ行きたくなかったでーす。ニトロチャージやな。ニトロチャージで一発で沈められるな。あ、もう勝ったわ。あ、もらった。死ね死ね。おお、よし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 、素晴らしい、勝ちました。いいね。お、
マジかよー。おお、ドラゴンクロー。大丈夫大丈夫、みんなドラゴンクロー。ええええええ急げ急げ、悩んでる悩んでる。アナホル後で応させられる。よしよしよし、ちょっと残んね。よしよし、うわいただきました、ありがとうございます。おー、いいっすね、お疲れ様です。残念。これも島田さん、まずい、いける？いけるいける、全然いける。おー、いけるか。いやあと10分かいな。おー、あー、でこせっかされてる。全然大丈夫で。あ、こっちは死ぬ予定だ。そうそうそう、死ぬ予定やから。よしよしよし、おー、いやー、2分下がりか。そうね、あと10分。おかげの物理、激弱やねんけど。しまやか一人出すぎ、先走りすぎや、先好きや。あー、いいよ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 、いいね。あ、消し当たったよ。でもこれで薬やな。あ、まあ薬はね、追い込みすぎやな。いや、パラボラチャージ強いわ。結局回復しながら攻撃できるからな。非常にパパ便利ですよね。便利これ。しまやかずっとやー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 言うてるよ。左手グイ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 やってるけどな。あ、死んだ。多分これをミスったらもうマイナスやろな。そうね、まあ、ちょっとグローパンチでしっかりね攻撃力を上げたいので、レアコイルの回避をね6までとりあえず上げますよ。これは6いいですよ。はい、ボルトチェンジ。あ、結構削れるな。いっけ、グローパンチ。いやー、あ、強い強い強い、いいですね。頼む頼む、おー、頼む、よし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 、いいぞいいぞ。あ、もう一本あんのか。まあまあ、でもこれは詰めるか。そうそうそう、グローパンチをさらに強化できますからね。よいしょ、おい、どんどん強くなっちゃうぞ。早いですな。早い、あ、そうね、こいつ早いんだよね。めっちゃ強いですね、ルチャプル先生。で、こいつにはノーマルが入ってんねんな。はい、グローパンチ、ドン。お、はい、ありがとうございました。オッケー、オッケー。ねえ。お強い。やりました。ありがとうございます。おめでとうございます。二段ギル、刀剣ポケモン。日本の剣にある複雑な連続攻撃を防ぐことは、剣の達人でも不可能だ。余裕になった。グラダリーカフェに来てくれるかな。プリズムタワーに近いポケモンセンターがあって、そこから見える赤い壁ね。俺が最下位か。一体バトルいいっすかね。お、一体バトルか。一体バトルか。じゃあ俺とやっぱクラゲ様。おい、様もう負ける気。やはりポケモン上手いクラゲに勝って成長した姿をクラゲに見せたいなって思って。お、かかってきなさい、ドンと。そうですね。出てんねん、使えねえじゃねえか。お、なんだ。唯一残ってるイカや。いや、なんか絡めてを使ってくるイカな。なんとか奇跡起こらんかな。あっちゃあっちゃ、やった、パラボラチャージ。うわいや、前半使いすぎたな、いいやつ。V、 はい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 、まあ、岩切くんが最近でも29あんのか。いやー、メイクルで捨てるっていう手もあるな。この試合は捨てるってこと。でも別にそんな絶対負けじゃないよな。勝負 J。 お、うい、あ、何を出してくるんだ。まさか。お、なるほどね。おい、マジで行くな。行くぞ。勝負に出たな。強気やな。よし、マジか。うわ、負けた、スピード。全然だね。マジゲーム強。よいしょ。かわいそう。やば。やば。大魔女子は。ちょっともう無理やー。怖っ。何今の、何起きたん。ついていけてないやん、速度に。そうそう。さあ、決勝。
なんか悩んでるわ。悩んではるな。よーし、やりましょう。何と何が出てくるのかな。まあまあ、まあ、当然大魔女でしょうね。嫌やねー。おら、おら。まあまあ、エスパーザーありますんでね。うわうわうわ、よし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 。大魔女怖ー。何が起きたのか全くわからん。終わってんの？終わってる。どこ？よし、終わりました。はい、ということで、1位が、1位が岩切くん。はい。最下位がクラゲさんです。おー、今回何にもだったなぁ。クラゲさん、クラゲさん何もないのか。いやー、初の育て屋さんや。じゃあ、育て屋さんにはこいつをお願いしようかな。おぉ、いいんで俺クラゲさんから、ルチャブルかな、ルチャブルもらおうかな。いやー、きついなぁ。図鑑埋めを優先するのもあるんか。確かにね、図鑑も取れるしな。オッケー、じゃあそうしようかな。ほぐらいもらう。ほぐらいもらうのかな。あ、こんな1個あげればすぐなるやん。よし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 。2から5まで上げたやつな。よし、じゃあ、さてやさんお願いしますね。あれ、次はこの人。日頃ボックスに入ってんのにな。さあさあ。から出て、この、うん、ね、フレアダムのところですね。そうそう、赤い壁。真っ赤や。赤。カズレーザーやもん、こんな。あ、結構仲間なんや、このすごい髪型の人って。これ部屋に見えるけど、大きいカズレーザーだから。嘘でしょ。結局どういうことなの、クラゲさん。まとめると、うん、俺、王家の血筋やねんけど、人間マジうざいからパパのすげえ兵器使って殺しちゃおうって話。マジかよ。そんな無双の話です今。私は奪うものと与えるものに分けるとしたら与えるものになりたいみたいなこと言ってたで。大体やってんねん。へえ、誰やっけこいつ。友達。あ、友達。14万道路座ろうって話をってますね。筋道路のやつ。筋道路どこか分からんねん。マップ開かんと分からないな、14番道路。そうね、おお、誰かに任せよう。俺も見とこ。岩切君が言ってくれるだろ。いや、俺もね、分かんないんですよね。あ、そうか、タクシー使えばいいんだ。こんにちは。710円、リアル。あー、来た。きっと、すごいいいよ。あー、もうタクシー使おう。お金あるし、タクシー乗ろう。お金かかるんや。ピッピー。で、じゃあ14番道路ゲートに行こう。はい、よろしく。はい、お願いします。1500円ね。あー、初乗り710円か。普通に行ったら、すぐまっすぐ行ったら行けた。あれ、よし、レポートが入れてあれ1500円あれ。なんてこった。14番道路、ヌメラが出る。あ、争奪戦ね。争奪戦や。いいね、いいね。確かに久しぶりの争奪戦だな。あ、でもここでイベント1個ある。よし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 、やるか。いや、アクロバット来た、やった。ああ。つく卒業ってこと。なるほど。やっとつく卒業や。長かったな。勝ちました。うーん。え、クラゲさんの画面。え、嘘。え、何これ。あ。え、何？これなんの？スーさんの未来の姿やん。パチモン、これなんの？見てしまったな、ついに。どう思う、これ。口を閉ざしてしまう。いや、そうそう、でも強い、かっこいいぞ、なんかガンダムみたいで。なあ。あ、やめたい瞬間ここだったか。でも
っち分からんや。なんか分岐進化かもしれんで。そんなわけあるか。分岐進化。ラケ効果かっこいいな。かっこいい。いいじゃん。全然違う。うわめっちゃ月光がかっこいいな。